でそれに人間は道具を使うことに長けてるので、はい、道具を使うとき例えば金槌、ノコギリ、包丁、全部右利きですよね、はい、右手で握りますよね、はい、片手で、はい、じゃあ両手を使うときってどういうときでしょう。両手を使うとき、はい、顔を洗う。いやいやいや、道具を使うときで道具を使うときで道具を使うときで両手を使わなきゃいけないとき、バット、野球のバット、はい、振りますとか、はい、そうですね。ですから 長いか、はい、重いかで、はい、片手だけではハンドリングできないから、はい、両手使うんですね、はい、でその時じゃあ利き手っていうのは必ず前を、左手の前に行きます。なぜでしょうか。こっちコントロールしやすいのかな。そうです。でなぜコントロールしやすいんでしょうか。もう普段やっぱりこっち使ってるんで使いやすい、はいはい、この答えはですね、はい、パターの重心っていうか釣り合い手ってここにありますよね、はい、これがさっき 530g の重さだったんですけども、はい、ちょっと持ってください。ここですね、はいはい、これがこのパターの正しい感じる重さです。はい、はい、この重さですね、はい、じゃあここで握ってみます。あ、もうすごい重いですね。重いです、重いです、はい、もっと重いですね。もっと重いです、重いですね、はい、このここからの距離の事情で重さが変わってくるんですよ。ははは。だから重いからハンドリングできないですよね、はい、だから両手を使うんですけども、この視点に近いところを持てば持つほど簡単に操作できるじゃないですか。それで右手の方が前に来なきゃいけないんですよ。でひっついてるとショットをしなきゃいけないのでコントロールが難しいんですね。パッティングだけは少し離れてる方が、なるほど、だからホッケーの選手は完全に離してる、はい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 、確かに本当にねホッケーの感じがね打ちやすいですよね。ですからパッティングもそれに近い形、はい、ロングパットは近づけて、うん、ショートパットは離してぐらいの感覚でいいと思うんです、うん、だからこういう長尺とかもその通りです、ね、そうです。やっぱり皆さんね、あとでですからチェックしてやりますけど、うん、こういったパターでそういう動きを感じてもらうと、うんうんうん、あ、パッティングってこういうヘッドの動かし方すれば、うん、より確実性が出て距離も方向も合わせやすいと。そしたら別に感じるだけじゃなくそれ使ったらええやんって なってくるんですよね、こうやってね。そうです、そうです、はい、じゃあまず、はい、どのようなスペックがいいかですね。じゃあこのボールを、はい、あ、手に今パターを持っている、はい、透明なパターを持っていて、はいはい、構えてもらいたいんですね。あのボールに正しくヒットするためにですね、はい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 、何回か素振りをして、うんうん、はい、そんな感じですか。はい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 、じゃあここですね、はいはいはい、じゃあ左も持ってください、はいはいはい、でこれが今、はい、パターンがない状態で構えたんですね、はいはい、でなぜパターンがない状態で構えてもらってるかというと、はい、自分が一番構えやすいポジションっていうのは、うん、パターンがないことによって見つけられるかもしれないですね。例えばパターンが短かったら必然的に短く構えるし、はいはい、長ければ長く構える、うん、それは無理やりパターンによって押し付けられているかもしれないので、はい、本当は自分はどのぐらいのスペックがいいのかという点から見ると、うん、これだけ違うんですね。長さが違う。違うですね、はいはい、であくまでこれは一つのゲージで、はい、これから長さどんどん長くします、うんうんうん、短くします、うんうん、どれが一番合ってるか、なるほど、来角を調整してどれが一番測れるんだ、ね、安定するかというところを、まあ、測っていきます。おお、そのパターンで外角がそうなるのって、はい、初めて見ました。すごいですね。楽しい。で今僕はだから大体34インチなんですけど、長さ使ってるのは、はい、もしかしたら違うかもかな、合うのは。そうです、はい、で2球ずつ、はい、2球ずつ真ん中のボールを目がけて打ってください。でも普段の握りでいいんですか。グリップの握りは、とりあえずそれでやってください、はいはい、これを打てばですね、打てる、はいはい、あのボールを磨けて2球ずつですね、はい、もう左行ったから右行ったから全然気にしないで、はいはい、あの真ん中のボールを磨けて同じ力で打ってください。はい、はいはい、ありがとうございます。あ、今長さを調整した。そうですね。ですから長さを変えたときに、
どう変化するか、はい、まあ、ボールと、うん、あと構え方だとかそういうのがそれをまあチェックさせていただきたいと思います。はい、はい、なってもさっきよりか良かったような感じですよね。どうなんですかね。まあ結果はこっちの方が良かったですけど、はい、はい、実際にこれからどんどん伸ばしたり短くしたりするので、はいはいはい、構えやすい、打ちやすい、はい、打ちにくい、構えにくい、はい、で感じたら言葉に発していただきたいんです、ね。わかりました、はいはい。もうここで長い感じがします。はい、この時点で。はい、多分普段より長いんじゃないかな。長いなって思いました。はい、もうその通りでございます。はい、ですから一番もう極限まで行って、はい、また今度は戻って一番下まで行って、はい、こうやっていくうちにだんだんいいポジションというのが出てくると思うんですね。これも長いですね。はい、でも道具に合わせるタイプでいらっしゃいますね。はい、っていうのは、そうですか。例えば、はい、ある程度固まってる人は、はい、長さをどんどん変えても、はい、握る場所を変えてっちゃうんですよ。あ、要するにグリップエンドを回して、なるほど、自分の握りたい。僕今ずっと無意識です。そうですよね。無意識です。はい。はい、ですから、まあ、でもこう合わす。ですからそれがとても大事な要素で、はい、やっぱりきちっとスペックが合わないと、はい、クラブに合わせちゃうタイプなので。なるほど、なるほど。はい、合ってないものを使ってると、はい、無理やりそれに合わせるので、はい、少しずれる可能性はあるかもしれないですね。ああ、はい、そっか。まあ、合わせるだ。洋服も全部似合うからね。本当にね、何でも似合うんですよ。だから羨ましいです。僕がこうやっぱりその服に合わせていってんのかな。そうですね。はい。長いなって思うけど、これ。この長さでなんとか合わせようと思ってますね、はい、やっぱりね。そうですね、はい、ですから はい、すごくこうなんていうかフレキシビリティがある、はい、あるので。何ビリティですか。あ、フレキシビリティとか柔軟性というか、はい、対応性が終わりなので。はい、それはいいことなのか悪いことなのかですよね。いや、すごくいいことです。ありがとうございます、はい。これ長くないですか。これ長く感じるんですけど。長く感じますか。長く感じます。長さはいじってないんですよ。え、ライターだけいじってマジですか。はい、まあ、ちょっと打ってみます。なんかもう分からんわ。はい、これもいじってないですね。長さはいじってないですね。ですね、はい、ほら分かった分かったもん、逃げて、うん、長さはいじってないけど、なんかまた別のあれか。次に、はい、ここに今水準圏ですよね、はい、これがこういう状態で構えて打ってもらってよろしいでしょうか。あ、はい、こう真ん中に来る感じですか。そうですね、はいはい、ここか、こういうことですね。そうですね、これぐらいですね、はい。だいぶグッとこうグーってやってる感じですね。はい、あ、ここだ。
実はこれが標準的な、まあ、雷郭の位置なんですね。あのここが、はい、この水滴が、そうです、水泡ですか。はい、ここがさ、このほら、わかる、水泡があるでしょ。これはこの間に、これが普通の状態で、俺は多分こうなってたよね、こっちに。でも標準はこれがこの間に来るっていう水泡で、これさっきのやつをちょっと違う画面で見たんですけども、はい、全体的に少し、まあ、カット気味にこう入ってる感じですよね、はい、まあ、この部分まではいいんですけども、ここで少しループを描いたりとか、まあ、してるんですが、はい、これがですね、フェースの向き、はい、インパクト直前10センチ、インパクト直後10センチ、はい、20センチの間に、はい、ヘッドの軌道とフェースの向きがどうなってるかっていう形なんですが、赤がオープン、はい、黒がスクエア、はい、ブルーがクローズなんですね、はい、と綺麗なこういうワイパー状なので、これとてもいいポイントが出てるんです。おー、93%。そうです、そうです、とてもあ、いいんですか。フェースとパスはとてもグレーゾーンの中に入ってるので、はい、とてもいいですね、はい、嬉しい、はい、ただ赤、はい、黒、ブルーっていうのが一応理想なんですよ、はい、はい、でもここに黒っていうのがあるってことは、はい、ここでクローズになってるんですね、はい、はい、でブルーがほとんどないですよね。ないですね、ないですね、若干これにあるかどうかなんですけども、そういった意味では開いて入って、まあ、この辺スクエアになったりとかしてますが、うん、若干このまま開いたまま少しカット気味に入ってらっしゃるのかなと。ですから少し右向いてましたね、さっき、はいはい、これが補正でヘッドの動き、フェイスを返さないように返さないようにして、なるほど、こうカットして、なるほど、まあ、なんとか目標に向けて打ってらっしゃるのかなっていう、はあ、まあ、そういうまあ推測があるわけです。わ、はい、かりやすいです、はい、まあ、この辺をパターから来てる感じがどうしても強いので、はい、少しずつ、はい、いろんなこれからパターで、はい、目標をセットした時に、うんうんうん、ブレードがいいのか、うんうん、マレットがいいのか、うんうんうん、ネオマレットみたいな大きいのがいいのか、はいはいはい、こういったものをチェックしながら、だいたい今スペック、長さとか雷郭が見えてきたので、はい、今度はヘッドの形状をですね、何が合うの、はい、俺自分でも知りたいわ、はい、マジで。いろんな種類はもちろん僕も持ってて試してるんですよ、はい、だからそれはもうその時その時のなんか気分次第というか、はい、今日このコースやからこのネオマレットで行きたいなとか勝手にやってるだけなんです、はいはい、でまずヘッドの形状からいってですね、はい、これはネオマレットタイプですね、はい、これはマレットなので、はい、でこれがブレード、はい、でこれがまあ半ブレードに近いですね、はい、これカットするとブレードなので、はい、でこちらから順番にですね、はい、構えだけ、はい、真ん中のボールに対して構えていってもらってよろしいですか。わかりました、はいはいはい、ちょっと左か、そうですね、と一番よくてちょっと左、ちょっと左って感じですかね、全体的に左ですね、はいはい、これは、はい、何やろう、では何やろう、ね、次にマレットの方をお願いします、はい、マレット、はい、マレットは個人的にすごく構えやすいと思ってます、はい、昔から今も、はい、利き目は右目ですか左目ですか。利き目って何が利き目なんですか。あ、利き目はですね、はい、例えばどっちが利き目なんですか、はい、これ指を1本こう出していただいて、はい、後ろの背景、例えばトイレにあの、はい、男のマークありますね、はいはいはい、あそこに合わせていただいて、はい、片目つぶった時に動かない方が利き目です、はい、左目が動きます。左目が動くと右目が動かないんですね、はい、じゃあ右目が効き目ということです。右目が効き目、はいはいはい、右利きの人はだいたい右目が多いんですか。いや、そんなことないです。関係ない、はい、それによってボールの位置が変わってくるので。なるほど、はい、右が効き目、はい、本当マレット型僕一番しっくりくるんです、はい、だから多分これは一番構えても構えやすいんですよね、はい、自分の中で、はい、よろしいですか、はいはい、そうですね、ほらほら、やっぱり合うてんねや。いや、なんで使わないんですか。いや、そうなんです。だからもちろんマレットも持ってるんですけど。じゃあこちらの方ですね。結論言わないでくださいよ。いろんなタイプ、いろんなパター好きなんで、いろんなの使いたいんですよ、
でも今日はそれで結論出してもらいましょうね。でもマレットになるかどうかですよね、本当にね、はい、楽しみなんですよ、はい。でもブレードで左に向く人はマレットで、はいはい、ちょうどいいっていう、まあ、統計的には出てる、ね、はい、なら多分でこれで右を向く人はブレードの方がいいっていうふうに、はい、そうなんだ、はい、これです。ちょっと左向いてるかな。あ、ほんまや、はい、今度右ですね。左向き加減ですね。でも最初自分のパターンの時は右向き加減やったんだ。そうです。ですよね。ほぼほぼ、ほぼほぼ。だから真ん中と右の場合はまあまあいい、よくて左側はちょっと左に開いてるから、はい、はい、じゃあ、はい、次ブレードですね。はい、はい、これはいわゆるね、もう今、はい、まあ、今使ってる形に近いですから、はいはい、はい、ほぼほぼですか。そうですね、ほぼほぼですね、はい、はいはい、あー、こっちはね、なんで左向くんやろう、はい、不思議、なんなんでしょう。効き目とかでも関係あるんですかね。効き目とかあるんですか。 ありますし、はい、あの振った時にボールの位置とヘッドの関係が修正できないとかなり左向いた時左、右向いた時右行っちゃうんですね。でも綺麗に俺全部そうだもんね。何だろう。よろしいですか。はい。めっちゃ右今度。はい、ではマレットにしましょう。あ、大きい。真ん中だけでしたね。そうですね。左に右にですね。はい。なんでこうなんの？うわ、なんかドーンとしてますね。はい。ネオマレットこれ。いいですね、はい、いいですね、はい、なんかまあ全然ドーンってあるんですけど、はい、違和感はないですよね、はい、ネオマレット型って僕、はい、はい、あ、まあまあ、え、はい、まあまあいい、左も、うん、ですから形によって正確に構えられれば、はいはい、もうすごく安心じゃないですか。で、安心ですね、はい、補正作用が必要ないので。これ結果出てきたか、だんだん、はい、出てきましたね。出てきました。はい、マジっすか。はい、あ、いい、はい、全部いい、ネオマレット。ですがさっきブレードはダメ で、はい、でやっぱりマレットのこのタイプか、はい、このタイプは比較的いいですね、はい、なるほど、はい、このでなぜかっていうと、はい、なぜですか。マレットはですね、こう丸いですよね、はい、ですからこの直線だけを見て、はい、あとこれとこれだけだと思うんですよね、はい、こちらがボケてるので、はい、まあ、ある意味こう集中しやすいっていう、逆にこういうブレードっていうのは、はい、ここのラインもあるので、はい、どうしても、まあ、ここを合わせて、これ正しく合わせる人はいいんですけども、少しこれで左を向くケースの人の方が、まあ、多い場合にはこちら、こちらで右を向く人はこちらと。なるほど、はい、もうこれ統計的に出てるので。出てるんだ、はい、そうすると、はい、例えばマレットでスペック的に見ていくんですけども、はいはい、標準よりも少し長くて、うん、対角は標準でいいと思うんですが、もう一つ、はい、これ少し長いんですね。はいはいはい、はい、あ、こういうタイプですね、はい、どうやって握るんやろう、はいはい、でちょっとそれで、はい、さっき言ったように右利きの人は右でコントロールしやすいし、はいはいはい、視点に少し近いところに手があった方が非常に分かり、はいはい、安いとか操作しやすいわけですね、はいはいはい、
でこれからちょっと実験をします、はい、でまたあのボールに対して構えていただいていいですか。はい、はい、じゃあお願いします。これ握り的にはそうですね、大体これ近くで目の下にボールを入れていただきたいんですね、はいはい、で今までの構えちょっと普通にしてた今までと同じ構えてもらっていいですか。今までこんな感じです、はいはい、じゃあちょっと失礼しますね、はい、簡単に動いちゃうんですよ。要するに少しかかと体重になってるんですね。はい、なるほど。ちょっとこういう動きをしやすくなってくるので、うん、ちょっと前かがみ、はい、この目の下にボールを入れていただいて、はいはい、そうですね、はい、肘も軽く楽にして、はい、そうです、はい、動かないんですよ。ああ、はい、なるほど、はい、ですからどんなラインにあっても安定して構えることができるので、はい、まずこの位置っていうのは絶対的に必要なんですね、はいはい、そして、はい、あくまで、うん、左は添えてるだけで、そうですね、あ、はい、いいですね、そうです、はい、そうです、はい、で、右手1本で、あそこを見たまま振ってみていただいていいですか。右手1本で、はい、はい、そうです、はい、おー、はい、今これリラックスしてますよね。リラックス、ね、はい、リラックスしてます、はい、はい、行きます、はい、はい、はい、これ今手だけ使ってこっちは、はい、そうですね、添えてるだけです。そうです、はい、あくまで右で、はい、例えばほうきで測ってだってこうですよね、はい、ですからこっちはほとんど支点なので、はいはい、そういう感覚で、はい、でここでこう送り出すような感じですね、はいはいはい、目の下に入ってますね。入ってます、はい、はい、外角回ってます、はいはい、で、あっち見たままです、はい、そうです、そうです、そうです、いい感じですね、うん、初めてでもこういう握りとかこの重力ぐらい、はい、これはあくまでエクササイズなので、はい、こういった動きを右と左の役割として知っていただきたいだけなんですね、はいはい、これが目で見て、はい、あの距離に対してどのぐらいストロークしたらいいかっていうのを、はい、まあ、感覚的にやってるだけなんですね、はい、で実際には多分これのスペックで、はい、このちょっと長い目なので、はいはい、少し右手と左手を離して構えるぐらいでいいです、うん、どっちでもいいですよ、はい、あくまで右で引いて右で出してあげるっていう、ちょっと離していく、そうです、そうです、ですからこっちもすごく一緒に引っ張られて動くはずなんですね。そうです、そうです、うん、これが一番まずいんですよ。ああ、なるほどね、はい、はい、そうです、そうです、そのぐらいの大きさ、うん、はい、はい、ヘッドの重さと長さで出るエネルギーをそのままボールに伝えられます、はい、そうです、そうです、そうです、ナチュラルなんですね。ああ、はい、そういうことね、はいはいはい、これが短いと急激に加速しなきゃいけないじゃないですか、はいはい、その時にヘッドが揺らぐんですよね、はい、体が完全にだんだん機能してきましたの で、うん、で今ちょうどそちらから見ても、はい、この二の腕とパターのグリップが隠れてるはずなんですね、はい、そうすると腕の延長がもう自然に来てるような形なので、なってるんですか。もう自然にそうなってる、はい、うん、確か意識してないのに、ほら、なんか安定してきたよね、はい、スピードといい、方向といい、だいぶ慣れてきましたよね、はい、いや、俺はすごくいいかもね、うん、アプローチも、アプローチも僕は離して、はい、こう、そのホッケーをやる感じで、こう、練習してるんですよ。ほんだなんか、なんか結構安定してきたような気がするんです、はい、ショートアプローチは回転運動じゃないんですよ、はい、普通回転運動っていうのはここどっか中心にこう回ってますよね、うんうんうん、でもコントロールショットはフェース面をコントロールしなきゃいけないので、うんうん、回転軸からこっちを外してあげるんですよ。そうするとスピードが出ないんですけど、はい、フェース面が狂わないので狙ったところに行くんです。そういうことですね、はい、それで割と安定するんだ、はい、だから右手と左手少し離してあげるぐらいの感覚の方が、あくまで右利きの人は右にすごくセンサー機能があるので、うんうん、ここを生かしてほしいんですよ。こういうふうにやっちゃうと分かんなくなっちゃうんですね。あくまでこれはエクササイズ、最終的には自分に合うものを、はい、ですよね、うん、最終的に取り入れていただければいいんですけども、はい、はい、もう塔が上がってないですよね。そうですね、はい、目の下にボールを来てるし、構えていただいても体重も自然に
こうやって安定してくるんですか。そうです。これは逆にあんまりみんなここ知ってほしくない。ほんと怒られます。皆さんそういうことです。本当になんか気持ち悪いぐらいなんか結果出てきてますよね。まあ我々もいろいろとこうどういう方法が一番お伝えしやすいかっていうのを、ねね、まあもちろん経験の中からね見出してきたので、そうです、素晴らしい、パーフェクト、本当にアップライトになってないですよね。でもアップライトってやっぱそんなダメな、ダメです。あいや、もし例えば自分がパターンのデザイナーとしたら、はい、構えた通りにこう自分デザインした通りに使ってほしいですよね。もちろんそうですよね、はい、ほんなら、何日か経ったら、僕それ僕好みのやつができるの？お作りします。それがここの一番の良さですね。はい、嬉しい。ですから既製品っていうのは誰が使うか分かんないので、はい、置いてある、まあ、吊るしの洋服みたいなもんじゃないですか、はい、でもやはり道具なので、はい、やはり少しでもいい結果出してもらいたければ、はい、より自分に適したものを使う方が使い勝手もいいわけなので、はい、我々はそれをきちっと見て、はいはい、時間かかりますけども、うん、そういうものを使っていただく方が、うん、その方のこれからのゴルフ人生がすごくハッピーになると思うんですね、はいはい、おー早く早く作って。もしプレゼントして普通にかぶれるのはこっちのような気がするんだよな。でもプレゼントとしてもらって嬉しいのは何やったらこっちのような気がするんだよ。どっちを取るかやねんけど、俺はチャンネル登録よろしくお願いします。